センサーだ。ちょっと怒られる。ナディエ、黒頑張れ。一回当ててからドンでしょうしですね。うん、当ててドンの方が。あ、惜しい。兄ちゃんの顔引いたから。うまい。うまい。サンキュー、ナイスカバー。縦に今がっつりちぎられてたな。がっつり縦にちぎられてた。誰が？サーフが。いやー、がっつり。いやー。あ、いいねいいね。そうだよ、それだよ。君の持ち味それだよ。あ、ナイスクリア。みっちゃんの持ち味はそれだからね。そうだよ、覚えといて。そうだよ、みっちゃんの持ち味はヒデさんと一緒だよ。みっちゃんの持ち味はヒデさんをしょぼくしたやつだよ。あいナイスキー、ナイスキー。前からはめてから。今みっちゃんに当たってましたね。来た。オッケーオッケー。叩きつけてました。叩きつけたね。選手権見たんじゃない、昨日。ナイス動き。出てない。ナイス。おー、ナイスクリア。さすがのりくん。セカンドのりめぐろ。アイソアイソ。あ、これやばいぞ。惜しい。みっちゃんが落とす。惜しかったな、てっちゃん今。いや、でもいいんじゃないですか、今のは。落とせばでも完全なホリフリ。早い。いっちゃいっちゃいっちゃい。ああ、ダフった。ゆうすけさん、縦のスピード気をつけてください。今抜かれてましたよ。交代。誰？あ、今ピッチに同時に6人立ったな。イエローカードだな。ピッチ6人。めっちゃ厳しいね。交代ラインからじゃなかったからね。イエローカード出します。誰が？あ、そんなに感じなんだ。もうちょい若かった気がするけど。あれですよ、同じ職場の人ですよ、前に。はい、はい、あれが今井くんでしょ。そう、今井くんうまい。うまいよね。今井くん、あの、僕とあの元あの新宿区青キングのチームメイトですか。いいな、俺も元新宿区青キングですけど。僕最後にあのヘディング決めて終わりました。引退しました。あ、やばい、それゆうすけから始まる。怒ってる。誰の答え？ポジショニングでしょうね。ポジショニングの問題。怒ってましたね。あそこで前行っちゃうんだよね。そう。うまい。やばい。お、ナイスタン。あ、ちょっと邪魔邪魔邪魔。ちょっと。じゃあ、なんでここに立つんですか？ごめんって言ったやろ。怒んなよ、お前。これ仕事されてる。これ仕事してる。すいません。すいません、気をつけて。めちゃくちゃ手ブルブルしてる。2対0。本部に抱っこスタイル。サード自分で行かない。いないね。ちょっと。もしかしてこれ赤、空気が悪くなってる感じ。これはちょっとやばいかもしれないですね。おや、一体どうなってしまうのか。その時堀口の顔が曇った。で、あ、やばい。いやー、強い強い。決める。うわー、ノリ君、ノリ君どうした。ディエスです。ディエスか。パー詰めって外側の足で詰めるんでしたっけ？いや、一緒だけど、どっちもいいの。ポストに足が届く場所で、ポストと正面みたいな。そこじゃないんだよ、パー詰めって。あ、そうですね、ポストこう背負ってる人もいます。触っちゃう人もいます。こうポストをこう抱えちゃってるような人もいます。一度君は行き過ぎたら戻ってくるって言ったけどね。あー、まあまあ、パーでガーって走り切って。もうちゃん行くから同点。もちろん捨てないと。もうちゃん決めれば同点。2点入れられたもん。あと1分。ちょっと吉川さん、カメラ前に入んないでください。そういう
の仕事されてください。そうです。楽しい。あの時ファンが目に入るとああいう風になるんだよな。素直に言った方がいい時になりますよね。ファンを見すぎちゃうから角度がなくなっちゃうとか。萎縮やめられましたね。やっぱ萎縮しちゃうとプレーがね。ね、どっちかとナイスタッチ。いいね。いや、2点取りに行ったね。2点取りに行った。2点取りに行った、いや、今はしょうがないでしょ。